はい、皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、高校の自販機で実際に LINEPay 設定して使ってみたということで、以前僕の動画で高校の自販機で LINEPay が使えるようになったことについてお伝えしたんですけども、それを実際に使ってきたので、まずはこちらの実写の動画からどうぞ。ということで、実際に使ってみた動画でした。もうド陰キャの僕からしたら、もう外での撮影はめちゃくちゃビクビクしながら撮ってました。まあ一応ですね、ざっと高校の自販機で LINEPay 設定のキャンペーンについておさらいだけしようと思うんですけども、まあ1本目の購入で50円相当の LINEPay ボーナスがもらえるということ、そして2本目の購入でスタンプ2個プレゼントということですね。まあちなみにこの LINEPay のボーナスに関しては、2019年の7月の8日から10日頃に付与される予定ということですので、こちらお気をつけください。あとですね、前回の動画で自販機の場所の確認の際に、ここの赤い丸のところが使えるということでお伝えしたんですが、こちらちょっと訂正でですね、正しくはここの白い丸の高校音ペイ対応というところが使えるというところです。まあそんな感じで今回の動画いかがだったでしょうか。高校音ペイで LINEPay 決済を実際に使ってみたという動画でした。まああまりですね、僕の場合は実写の動画って撮ることっていうのは少ないんですけども、たまにはまあこのような感じの動画もいいなというふうに思いました。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あと Twitter もしますので、Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。